今ね、ちょっとね、友達、コバちゃんがね、ちょっとね、今ね、トイレに行っていないんですよ。ではね、ちょっと代わりに撮ってるんですけど、なんかね、この辺にね、ちょっとね、ホームレスが住んでるっていう、まあ、あれを情報掴んでちょっと来てみたんですけどね、コバちゃんとね。この辺かな？あれ？足出てる。あれ？あれ？すいません。はい。ちょっといいですか？はい、はい。あ、何ですか、それ。あ、ちょっと今 YouTube 撮ってるんですけど。YouTube？ はい。何ですかそれ。あのまあ動画の撮影みたいな感じです。あ、そう。全然おいおいおい全然。撮っていいですか？うん、全然。はい。開いてて。開いてて。あ、ちょっとこ。出た。あ、眩しい。眩しい。今ちょっと何してたんですか？今ね、あ、ちょっと寝ちゃった。寝ていたってことですか？もうすぐで、まあ、6時ぐらいなんですけど、家には帰ったりとかしないんですか？あー、ちょっとね、言いにくいんだけど、もう、ここが家なのよ。え？ここが家。マジですか？そう。てか、なんか、コバさんに似てるような気がする。誰ですか、その、コバさん。世界に3人似てる人がいるっていうね、こと聞いたことがあるんです。ああ、まあいいよ、まあいいよ。これいいですか？ちょっと中見させてもらっていいですか？全然。すいません。ちょっとね、腰が痛いんだよ。うわ、こんな感じか。空洞みたいなね。そうだね、あの空気が結構こう充満しててね、いいのよこれね。この間あの川から流れてきたのよ、このサンダルが。あ、それをさっと取っちゃったんだよ。ちゃんと洗ってるんですか？あ、これあのね、この間とかそこのトイレがあるんだよ、そこに。はい、そこ洗った、ちゃんと。トイレですか？トイレで洗った。汚いですね、ちょっと。今って何歳ですか？今ね、十何歳だっけな。あのね、ずっとここで寝てるから、あんまり忘れて、17だな、確か。7。ってことは、高校3、そうだね、2だね、2。2。うん。もうね、あの、いつからね、中3の頃に、ちょっと家族関係がちょっとあれになって、ちょっともう中3からもう学校行ってなくて、まぁ、あ、ちょっと、まあ、ここだけなんだけど、あの、ちょっと、あの、缶拾いとか、ちょっと自販機の下とか結構漁ってたね。漁った。あれ、就職とかもしないんですか？バイトとか。バイトとか。めんどくさいよね、正直。じゃあ夜ご飯とかどうしてるんですか、いつも。あのね、夜ご飯ね、いつもね、あの、すぐ近くにね、あの、まあ、これね、どうする？やっぱ、これってやっぱこう世界に出るでしょ。あ、やっぱこうテレビ系の。はい。でちょっと、あれなの、まあ、某、まあ、フードコート店とか、まあ、某チェーン店とか、まあ、そういうところっていうのは、まあ、その、まあ、余ったポテトとか、その時間がちょっと経ったハンバーガーとかを、まあ、捨てちゃうわけよ。それを、まあ、僕たちに提供するんですよ。で、まあ、それを僕たちは取るんですけど、やっぱその、若者が行くとやっぱダメなんですよ。だから、もう俺なんていうのはもう、ちょっと、まあ、この間、まあ、ちょっとここには今ないんですけど、まあ、ちょっとメガネかけて、もう、いっぱいもらっても食べてるみたいな。はい、はい、そういうことですか。はい。でもここね、いいよ結構。あの、もしね、お腹空いたらね、そこのほら、わかる？ちょっと見てみよう。そこそこの葉っぱ食ったらね、トイレ行きたかったらそこにトイレがあったら、水飲みたけりゃそこでほら、水飲めるしね。ちょっと足のね、足つぼ悪かったら向こうの方にね、あの石があるんだよ。そこでね、もうね、ここの血清たちが慣れちまってよ。慣れちまったよ、ここの生活が。草食べるのはちょっとあれじゃないですか。あ、やっぱね、君、何？やっぱ家族とかいるでしょ。はい。やっぱね、美味しいもん食ってんべ。はい。やっぱ君たちにとっては、多分こんなね、ここにある食材ってもう、こんなん食ってんのかと思うけど、実際違うのよ。やっぱね、ありがたみがある。ここに。この自然の旨味？うん。この間ね、あの、セミを炙って食ったのよ。そうなのよ。セミをね、ライターで炙って、あのライター落ちてたから、それ炙って食ってた。ちょっと美味しいんだよ。今度来た時食べる？お兄さん。いや、いいです。大丈夫？はい。あ、そう。なんか、他あるか？いや。ない？じゃあ、ありがとうございました。ああ、大丈夫？はい、俺、今日トイレから出てきて手洗ってないんだよ。あ、平気、あ、大丈夫？ごめんね。ありがとうございます。ありがとう。なんだあいつ。汚い家だな。汚い家。最後握手した時によ、トイレって手洗ってないんだって。汚いな。おい、聞いたんだよ。なんか気持ち悪いし。
あ、はい、はい、はい。いや、いや、なになに、いや、なになに、いや、なになに、な、なんですか、君。どうしたんですか。さっきなんか言ってたじゃないか。いや、なになに、言ってないですよ。ディズってただろ、てめえ。いや、あの、独り言なんで。ディズってただろ、てめえ、おい。え、いや、独り言なんで。だよ、お前。これ、ネットにあげんねん、お前。あ、あ、あげません。あげません、あげません、あげません。いや、ホームレス、高校生、第3弾、まあ、僕、家の方で、まあ、やりまして、今日はね、やっぱ、リアルな実態。いやー、やっぱね、外でやると虫に食われる、やっぱかゆい。それわかる。かゆいのね。だからね、やっぱちょっとね、外は辛いし、ね、やっぱ僕もちゃんと家庭がありますしね、お互いともね。やっぱ、まあ、家族に感謝ですね。というわけで、コバチャンネル、ベータでした。バイバイ。